はい、えー、皆さんこんばんはこんばんはえーっとですね今日も写真撮影に関係するお話をしようと思います <laughs>、はい、えー、本当にねこの4月というのはあの写真撮影しかしてないんですようん毎日う毎日ですねでとても忙しい日々を過ごしていますあなんか今涙が出たみたいになっちゃったんですけどえっ あの目薬 <laughs> 目薬 <laughs> あの目が乾くんですよすごくなんか疲れすぎて<笑><笑>涙出たかど <laughs> あのはいじゃなくて目薬でちょっとね目が乾くんでね目薬をしてたんですけれどもえっ、ー、となんだっけ毎日あ、そう写真撮影ね撮影をはい、してましてえっ、ー、とまあ外国から来るお客さんも半分ぐらいいますしまあ日本の方もいますそして、えー、今日はですね あの日本の方の方結婚式の、えー、写真を撮ったんですね、うん、結婚式の写真というか結婚記念写真ですねあの最近はこのコロナのあとからは特に多くなったんですけど結婚式をやらないその代わりに結婚式の記念の写真を撮るっていう人が結構増えてきて、うん、あのまあなので何て言うんですかねその 写真撮影をすること自体が一つの、まあ、結婚式のようなそういうイベント家族の人が集まってね親戚が集まったりして一緒に記念写真を撮るそういうイベントを、えー、撮りました、うん、で残念ながら雨だったんですよ天気がね、うん、で天気が雨で、あのー、残念だったでその時にあのー まあ結果的にはあの楽しいんでね、あの雨でも楽しい写真撮影になったんですけど、その時にあのこのお客さんが言ってたのが、私たちは雨男、雨女なんで、いつも雨なんです。っていうのを言ってたんですよ。<う>はい。で、あの、雨男とか雨女っていうのはよくあの言いますよね。言います。はい。これはあの写真とはあまり関係ないんですけど、 よく雨が降る人どこに行っても雨が降るみたいな、うん、でそれはその一年中ずっと雨が降るわけないじゃないですかそう,だ、ね、そうじゃなくて例えば旅行に行く日とかなんかこうスポーツの大会がある日とかあとはそれこそ写真を撮ろうと思った日とかそういうなんか自分が楽しみにしてて晴れてほしいって思ってる時に雨が降る うんうん、人のことを「まあ、雨男」「雨女」っていう風な言い方をしたりしますそうだね、うん、まあその「男」「女」っていうのはその単純にその性別ですけど、まあ、例えば僕だったら「雨男」で浅見さんだったら「雨女」みたいな言い方になりますけど、えー、とそういう言い方がありますうんそして僕は結構「晴れ男」なんですよ逆にね、はい、雨じゃない晴れ バージョンもあるんです曇りっていうのはないね曇り男曇り女みたいなのはないですけど雪女っていうのはありますけどねあの別のやつでそういうなんかキャラクター的なもの雪女っていうのはありますけどえー、っとまあどちらかというと「晴れ女」じゃない,い雨雨何かするときにいつも雨が降ってますね大体。 <laughs> 僕でもその感じはああでもそうか<分> 2>, 2人でいるときは結構晴れるけど1人でいるきは雨ですよね結構 <laughs> 確かに多分確かに晴れ男がすごく強いんだと思うんですよ確かにね、うん、だから2人で旅行に行くときとかはそんなに天気が悪いって時ないじゃないですかそうです、ね、あそうなんだなるほどですね、うん、はいであのー、まあそういうふうに言う人結構いますよね いや,います、うん、いや僕実は雨男なんでとか私雨女なんで多分今度の何かの時雨降っちゃうと思うんですよみたいなねそういうことを言う人は結構いますね。多いですね、うん。まあ僕はあんまりそういうので雨降ったことないんで、うん、あの大丈夫ですよみたいな感じでいつも言うんですけどうん、うん、ただあの今回のその写真撮影に関しては。 アメ男アメ女さんの,そのご夫婦の力が強すぎてで <laughs> でしたたね勝てなかったです、ねはい、僕は <laughs>、まあ、結婚式の写真とかを撮る中であのいやもうカッパっていうかあのレインジャケットを着てびちょびちょになったんですよ<ー>靴まであらもう本当に全部びしょ濡れこんなことは今まで一度もなかったと思う、うん なないいよね記憶にないです、ね、あの海外にね旅行に行ったりしてそのスコールとかに降られたりとかあの嵐にあったりってことはありますけどあの写真を撮っててこんなに濡れたカメラももうびちょびちょに濡れてこんな経験はなんか初めてだなと思ってうん、うん、思いました。 いいやや大大変変だったねででもあの楽しかったけどね帰ってきてすぐにねお風呂に入ったしあったまってね風邪ひくこともなくあの元気に今もね過ごしておりますけど、うん、まあ,あの面白いなと思いましたねうん、うん、久しぶりに <laughs> そうだね、はい、楽しみましたけどであの、まあ、皆さんに聞きたいのはあの皆さんの国や地域でもそういうなんかこの人は 雨が降る人みたいな <laughs>。で、雨女とか、雨男みたいなことってあるのかなっていう、うん、まあそういう言葉とかね、あのそういう言い方、あるのかなっていうのはちょっと気になりましたね。ねうん、ということで、えー、今日は雨男、雨女のお話をしました、うんえー。皆さんのこともぜひ教えていただければ嬉しいですどうもありがとうございましいでた